どうしよう。この辺で。はい。よいしょ。部屋がめちゃめちゃ汚いです。絵が来ました。おっ。はい。ちょっと待って。何もいいって言ってないのに。ガムガム。ガムガム。ガム。あ、痛い。痛い。お座り。最近ね、僕の言うこと何も聞かないんですよ、この人たち。ね、というわけで、何か言うことを聞かせてみましょう。よし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 。おお、それがしたかったの。うん、そうか、そうか。キックが必死に噛む。痛い。いや、噛むの嫌だ。カッチンカッチンってる口。うわっ、止まって。なんかワンコがこんなに大きくなりましたって、その、なんか子犬ででかいやつの写真見たんですよ。うちのワンコも、子犬でーす。大きいでーす。大きいです。耳掃除したから濡れてます。大きいね。子犬なの。うー、力を貯めてるな。ジャンプしようとするけど、やめろ。やめろって。もうね、牙を向いてガーッとくるんですよね、この人ね。ザ、しつけのなんてない犬です。はい。持ってきた。アムロ、ハンドル、ハンドルです。ハンドル、ハンドル、ハンドル。あら、牙むくの、あれ、牙むくの。私もむきます。ちなみにプレイバウとか言ってですね、本気で噛んでるわけじゃないですけどね。今日はね、タレ耳犬大好きな皆さんに一個おすすめしたい品物があります。ステマじゃないです。これ本当に自分使っててよかったなと思ったんですけど、ワンチャンライフミミキュアワンっていうやつなんですけど、これ要はエピオっすね。エピオのゾロみたいなやつなんですけど、ヒアルロン酸系のヒアルロン酸じゃないな、これ垂れ耳犬掃除するやつなんですけど、これ安いっす。安いし、結構いいですね。エピオみたいなね、なんか、独特な匂いがないし、割と綺麗になります。あと、これとね、あともう一種類使ってるんですけど、両方とも、良いですので、これね、おすすめですよ。キーちゃん、ちゃんと、せっかくちゃんと映ってね、キーちゃん、キーちゃん。かわゆい、かわゆい、かわゆくないですか？かわゆい、かわゆい、長生きしてほしい。かわゆいちゃん。やっぱね、大型犬がね、夏場になるとね、この耳が蒸れてね、マラセッチになっちゃうんで、マラセチアっていう菌がいるんですけどね、なんか赤茶色い耳かすになってきたらマラセッチな感じの疑いがあります。はい。あっちでなんかしてますよ。なんかしてますよ。絶対この後最高に入ったやつだってなってね、飛びついてくるんですよね。ね、キイちゃん、キイちゃんはしないのね。少年よ、もうめっちゃ笑顔、めっちゃ笑顔だね。嬉しいな。昨日は床で寝てたね。あっちかったの。少年よ、かわゆいです。いつもこんなカメラ回っても回ってなくてあんま変わらないんですけど、来た、来ましたね。あ、今日はちょっと落ち着いてるようです。あー、よかったよかった。うんこ杯ね、結構大変。あ、もっとなの？はい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 。やめるとこ言ってやるんです。もっと触りなさいよってね。ちょにゃに。口でかいけん。アムロがちょっと右耳が
かなりマラセッチなんで、耳洗浄するんですけどね。ハロもそうだったんですけど、耳洗浄嫌いなんですよ。ね。まあでもアムロはまだやられてもそんな嫌がらない。もうハロは賢いからね、耳掃除っていう言っただけでその言葉を聞くと、もうちっちゃくなって隙間にでっかいのにさ、隙間に入って逃げようとしてさ、で隙間に入ってるつもりなんだけど頭しか入ってないみたいな、痛い痛い、分かった、そうね、見てほしいのね、うん、見てあげる、じーっと、うん、見てあげる、何か舐めたいの、この顔を皆さんにお見せしたい、お見せしたい、ニコちゃん、よいしょ、いい匂いです。ワンコの吐く息を吸うようになったらあなたはもう完璧です。うん。そしてワンコと口の中を舐め合うようになったらもう後戻りできません。そしてそんなことしながらワンコと一緒に寝るようになったらもうあなたは人ではなく犬です。犬です、犬です、パパも犬です。そのうち尻尾が生えてくるかもしれません。いくちゃん、うんうんうん、かわいい。今年もプール屋さんをやるか海屋さん行くか海に行くかどっちか考えてますけど、楽しみです。よし、ご視聴ありがとうございました。